今更ながらですが、このサラリーマンネオコント番組でございます。2004年の春に試作版第1号が制作され、その後2006年からレギュラー放送が開始されました。この日本にはですね、いろいろな物好きな方がいっぱいいらっしゃいまして、その方々のご尽力のおかげで無事映画化と相成ったわけでございますけれども、当初この話を聞いた皆さんはネタなのではと勘違いされていたようでございますね。